フランスに留学中だった日本人女性が行方不明になっている事件で、殺人罪に問われた元交際相手のチリ人の男に禁錮28年の判決が言い渡されました。判決言い渡しの間は裁判長をじっと見つめ表情も変えなかった被告ですが、その後は肩を落とし涙を拭う姿も見られました。黒崎成美さんは2016年留学中のフランス東部ブザンソンで姿を消し、今も行方が分かっていません。元交際相手でチリ人のニコラス・セベダ被告は関与を否定してきましたが、裁判所は12日黒崎さんを殺害したと認め、禁錮28年の判決を言い渡しました。被告の弁護側は控訴するか明らかにしていません。